然后希望我们等一下就可以用独木舟的方式再继续往台湾前进。好，谢谢。当然除了天气跟休息，我觉得每个人都有必须克服的点。那我最大的难题就是晕船。はい、健康、そして休みの取り方とかはすごく難しかったんですけれども、ただし私自分自身は船酔いが一番大変だったところです。第一天的状况都非常好。那也很有体力，很有干劲，但是第二天的早上，我就把前一天的晚餐就回馈给大海。実は1日目の時はまだ体調は良かったんですね。またすごく元気が出てまして、っていう1日目でしたが、翌日になりましたらもう昨日夜食べた全てのものを海に返しました。没关系，不管怎样，我们都有伙伴支撑着，但是我们会靠着自己的意志力往前滑，所以我们就到了。もう本当に根性で、また仲間の支えがあるからこそ私たちが今ここに立っています。他吐了之后，后来就有一只大的鲨鱼追他。もう入ったらそのサメが来ました。追ってきましたね。这是真的。本当です。本当にサメが追ってきましたよ。好可怕。好，谢谢谢谢。好，第二题，我们继续请接下来三位问一下哦。不下去，第一个想到的是谁，或是什么样的事情呢？好，辛い時ですね。一番最初に思い出したものは誰だったのか、またものとかはありますか？伺ってみます。好，谢谢谢谢。其实我在划船的过程中，觉得最害怕的时候应该是晚上在划独木舟的时候。一番怖かったのがやっぱり夜漕いている時でした。然后因为那时候的浪大概有三米这么高，所以其实那是一个蛮危险的一个航行。はい、その夜の波はすごく高くて3メートルくらいはありましたね。所以唯一让我可以继续滑下去就是我的老婆跟儿子，还有女儿。その時にずっと私の勇気をしてくれたのは奥様と息子と私の娘が支えてくれました。然后就还是得上来，因为蛮危险。途中でやっぱり諦めて本当に危なかったので、また護衛船に乗ってしまいましたんですけれどもね。谢谢。谢谢。好，现在请坐。我这趟旅程，我觉得我克服了一件事。はい、一つ克服しました。就是怎么样能克服跟一个直男睡一张床。どういうふうにストレートの男性と同じベッドに寝ることがを克服しましたね。而且那个直男是有老婆有小孩子，是我们的导演王维翔。はい、そのストレートの方は奥様もいまして、子供もいまして、それ彼はもう総監督の王さんです。先跟你说，我们睡的当中，我不小心做了梦，然后踢你一下，然后你睡得很熟，所以现在才告诉你。正直、今ちょっと告白しますけれども、夜はちょっと蹴りましたね。私夢を見て隣の人を蹴ってしまいました。はい、その当時はちょっと言えなかったんですけれども、今さらちょっと話します。那幸好我们大家都安安全全的来到石垣岛，一起写下我们这个历史。はい、でも最後になりまして私たちが全員無事に、石垣島に到着することによってもう大変、ありがたいと、思います。はい、ありがとうございました。我当时最害怕的应该是长时间的高温曝晒。その時一番、その海にいる時に一番怖かったのが長時間で日に当たってしまうことです。所以我在中间航行的时候我有脱水就是中暑状态。
実はその途中で脱水熱中症にかかりました。但是那时候我心中想的一件事情，让我很努力的完成了那一趟旅程，就是我想要回母船休息。実はその時に支えてくれたそういう考えが一つありまして、それは母船に戻って休憩しますという目標があるからこそ、私は最後もうこいてきました。所以我就是一直算着时间，一直算着时间，我就完成了这一趟旅程。時間を数えて2時間交代じゃないですか。時間を見て時間を測ってから測りながら解いてきました。谢谢。ありがとうございました。谢谢。好，下一题我们问一下两位哦。虽然旁边有接驳船，会不会觉得还是很没安全感？这六十小时会不会很像过半个月呢？警護船と共に漕ぎ続けたとはいえ、安全面どう感じたのでしょうか。60時間、体感はどのくらい感じたか、奥田さんにお伺いしてみます。其实在海上时间就是过得非常非常快。三天真的就是觉得完全就不知道今天星期几。对。実は海にいるときに全く本当に時間の流れが早く感じました。もう3日間ですけれども、もう 今何日目とかは何曜日とかは全く一切わからない状態でした。但我觉得就是旁边有两艘伴就是伴走船，就是给我们蛮大的安全感。在很累的时候就是看着前方，然后什么都不用想，闭上眼睛，到最高境界就是闭眼边滑边睡。はい、小以前が2台がありまして、すごく安全安心感を与えてくれましたんですね。本当に大変疲れた時に私は目をつぶって寝かながらも無意識で漕いでいってるところもあります。なのでもう本当に小以前を見ながら漕ぐことが何にも考えず漕いてきました。就是因为他在睡觉，我们差点翻船，我好几次都翻船。寝てしまってるから、何回もその船が崩壊してしまう羽目になってしまいました。很感谢我每一位 teammates 这么包容我，然后让我能边滑边睡，非常安心的滑完这一趟。Thank you so much。その時に一緒に漕いでくれたパートナーの皆さんに、仲間の皆さんに感謝いたします。もう彼らがいるからこそ私寝ながら漕ぐことができました。ありがとうございます。我们不只忍受这些，我们还忍受他五天没洗头。ダメ。これだけではないですね。もう一つ耐えてきたのが5日間。頭洗ってない彼女をカバーしてきました。こちらもこちら内緒でいきましょうね。はい、秘密帮你宣传出去哈。好，谢谢瑞妈。好，接着最后艾美，你觉得呢？如何？我觉得在白天航行的时候，因为就是其实都看得非常清楚，所以还蛮安心的。実は昼間の時は護衛船がいてすごく見えますので、すごく安心感がありました。其实在参加就是这一天到来之前都非常的紧张，但我知道我是跟大家一起滑，不是自己滑，所以就觉得应该可以一起完成这个任务。実は上陸するまでにすごく不安ですが、ただし、こんなに素晴らしい仲間がいるからこそ私はここまでたどり着けました。但是有一天到晚上夜滑的时候就完全不一样了。ただし今日は夜漕いでいる日がありまして、全く違う感じがあります。那时候全部都是黑的，所以连那个黑潮的水本来就是深色的，所以你看过去就是一片乌漆嘛黑的。その夜になるとやっぱり真っ暗になりまして、海も真っ暗で、もう視線内のすべてのものが真っ暗になりました。然后我们前面的伴走船，它的船底下又有蓝色的光。真的感觉很像ゴジラ随时要登场一样。で、護衛船が前に行って、線の底にはブルーのライトが明かりがありまして、それ真っ黒の中に明かりが2つあって、もうゴジラみたいな、いつゴジラが出てくるのかわからないような恐怖感を感じましたね。
然后所以我跟 Kit 我们就有问罗兰说，哎，有没有可能日本的海域里面真的有哥吉拉？他说有。その時にキッドさんと一緒にローザンドさんにあの聞きましたね。日本の海の中にゴジラ本当にいるんですかって聞いたら、ローザンドさんがはい、いますよと答えてくれました。但是我们还是有成功的夜滑过这一段，所以现在跟大家站在一起，而且我们完成了，很开心。ただしやっぱりちょっとあの加えずここにたどり着くことができまして、皆さんと会えて本当に嬉しく思っています。ロラン、关于这段航程如何看待七位台湾艺人？いや、ローランドさんに伺います。今回のこのチャレンジについて、7名の台湾出身者にかけてお言葉、思いなどはありますでしょうか？大家好，我是方祥炳，有没有祥炳吗？啊，我是方祥炳 ，I like 祥炳。有没有商品吗？あのまあこれぐらいしか中国語わかんないんですけど、まあ彼らとあのまあほぼ初対面で、ただあの昨日あの打ち上げで一緒に飲みまして、初対面と思えないぐらいちょっと盛り上がってしまって、通訳の人もどっかに行ってしまって、本当友達のような感じだったんですけど、もすごい楽しくて、ただあの途中でキッドさんが僕にこう脇の匂いを嗅がせてきたので、その時はちょっと。びっくりしたんですけど、まあ、すごい楽しい会で、で、あの、エビもこうね、日本に、I'm talking about you、来てくれて、あの、すごい、あの、楽しかったんで、ぜひ今度は、あの、7人全員で、日本に来て、僕がおもてなしをしたいなと、まあ、とにかくこの素晴らしいチャレンジを、成功させて、本当に彼らはすごいなと思いましたし、あの、日本でね、若者たちが頑張るのが、かっこ悪いと思っている中で、そういう日本の若者たちにもね、こういうチャレンジは刺激を与えるんじゃないのかなと思いました。はい。はい、其实呢，我跟大家大部分的人六位都是初次见面，但是呢，其实我们昨天有一起去庆功宴。那我们在庆功宴上，大家根本不像第一次见面，我们喝的聊得非常开心，喝得非常开心，喝到最后聊到最后呢，我们翻译都消失了，都不知道我们在，我们就自己。就算语言没有那么通，我们用英文大家一起沟通。那那个时候呢，其实 Kit 呢，他让我闻了一下他腋下的味道，大概就是这一点让我觉得好像破坏了那个欢愉的气氛。但是就是我们整个还是非常的开心。那我也觉得七位大家非常的努力，然后到了这个完成了这个创举。其实，在日本的年轻人对于所谓的。奋力努力去完成这件事情是觉得非常不帅气的，他们现在比较喜欢耍废。但是我希望那个日本的年轻人可以看到我们节目，看到我们这么优秀的七位台湾艺人，他们如此努力了完成这么困难的一些事情，能够带给日本的年轻人有更多的启发。那我期待大家我们可以下次一起再来日本，然后再一起八位一起游玩。谢谢。